面白いな。虫の卵みたいって言ってたのは、おそらくシロアリの糞じゃないかなっていうことでネットで検索して、まあ、それで自分たちの中では落ち着いてます。そしてそういうのを見つけてから、だんだんマットとかベッドとかもなんかおるんちゃんって怖くなってきて床で寝てます。ちなみにこれ引いてるのは、あの日本から持ってきたシーツとか枕カバーとかそういうやつです。家を掃除したりしてる間にもう12時、夜の12時回っちゃってるんですけど、1日目すごい体験をしてます。おやすみなさい。おはようございます。床でもめっちゃグースか寝てます。おはよう。慣れたか、かりんちゃん。みとまさと、今ロボパパが一生懸命スターリンクのね設置場所を探してます。今まだプール緑なんですけど、使用人の方が一生懸命今掃除してくれてます。これ、あ、ちょっと毛とかも混じってるけど、昨日掃除機買ってきて掃除機で吸ったけど、1日経ったらまたここだけでこんなにあります。もうそこら中にあるんやけど、家具とかもなんかこれ食べてるのか、食べて中に糞があるみたいな。今日はねそれをしおりんさんにもう一回相談するので、果たして駆除してもらえるのかどうかっていう感じです。今ネット環境もめっちゃ悪いので、その辺をなスターリンクでどうにかならないかねやってます。ライブ配信とかしたいけど、多分今のネット環境じゃ無理なんで頑張ります。 LINE スタンプ第2弾発売中。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。